鉄道技術昔話 EF60-61 型電気会社の話ということでね、お話をさせていただきます。しばしお付き合いのほどよろしくお願いいたします。今回は近代的 F 級直流機関車で誕生した EF60 型および旅客用の EF61 型電気会社についてお話をさせていただきます。まず、4つの項目をね、選ばせていただきました。ED60 形式をベースに開発された EF60 型。クイル式は失敗に終わり、クイル式否、リンク式に改良。500番台として一部は特急経由に活躍。少数製造された EF61 とはどんな機関車だったのかということでね、この4つの項目についてですね、お話をさせていただこうと思っております。ED60 型をベースに開発された EF60 型ということなんですけども、EF60 型の電気機関車が誕生した背景ということについてね、少しお話をさせていただこうと思います。昭和34年ですね、実際には、山陽本線電線が直流電化で行うことが決定して、それを受けてですね、電線電化開通時に活躍できる電気会社として計画されたのが EF60 型電気会社だったんですね。交流管をどうするかと、交流電化をどうするかということで考えるときですね、九州だけを九州、九州の区間をですね、交流に接してまいって、下関までは直流ですればですね、いいんじゃないかというところだったんですよね。山陽本線は基本的に直流で行こうというふうになったわけなんですけども、その時にですね、考えられたのはどういう機関車だったのかということで、山陽区間のですね、10パーミル勾配で1200トン牽引を行うじゃですね、EF15 でやっぱり力不足だということで、EH17 ですね、余力はあるんですけども、長い車体、20メーターぐらい車体を使うのはね、どうかと、少しでもやっぱり短い方がいいと、車両有効長の関係もありますしね。で、やっぱりご設計自体もですね、EH10 型っていうのは旧型機関車の分類なので、ちょっと設計が古いということからですね、ED60 型直流電気機関車の技術を応用して、新たにね、山陽本線の貨物列車用として計画されたのが EF60 型電気機関車であったというふうなわけなんですね。それで当初ですね、試作品としてですね、試作として昭和35年に1と2の2両が試作されることとなりました。EF60 型の、電気機関車の性能ということで、こちらの方ね、載せさせてもらってますけども、機関車の運転整備重量は96トン、軸重は16トンということで、電気押しが当然直流1500ボルト、1時間は定格出力は2340キロワット、1時間定格は19200キログラム、1時間は定格速は44.7キロということでですね、後に出てくるMT52 か。貨物用とか電気会社用の、モーターと比べると少し定格数が高い感じになっています。で、台車配置は BBB ということで、MT49B、400kW、1200回転、駆動装置はクイル式というものですね、これ1番と2番でですね、試作の比較検討のためにですね、台車の方式に、若干差異があったそうです。で、他にもですね、バーニア制御であるとか、軸重移動保証、歪め解除などというね、そういう ED60 なんかで採用された技術などを応用しているというところになります。次にですね、EF60 型と EH10 型の比較ということで、こちらに載せさせてもらったんですけども、運転整備重量はですね、96トンが EH116 トン、EF10 が102トンということで、軸重ですけども16トンと、結構重たい重量になってますね。 EH1 は14.5トン、EF10 は大体14トンぐらいかなということで書いてます。あと、出力の方ですけども、定格出力がですね、EH10 と比べると若干低い、2340キロワットですね。ただし、定格緊張力っていうのは引っ張る力ですね。これが、EH10 より大きいわけですね。で、1時間の定格速度については、EH10 より低め。台車配置は BBB ということで、自然動機は MT49B。駆動装置はクイル式というものでね、従来のつりかけ式とは一つ変わる、そういう仕組み、そういう新しい駆動方式を採用してきました。クイル式は失敗に終わり、クイル式2がリング式に改造と書いてるんですけども、こちらの方ですね、まず EF60 の初期型ってのはクイル式、カルダン駆動の一部なんですけども、呼ばれる方式が採用されていました。異常振動が発生したことからですね、その後改良されるとともに、それ以降は従来の電気機関車と同じ、つりかけ方式に変更されました。EF66 は例外、他にもですね、EF200 なんかもね、リンク式ということで別なんですけども、ほとんどの機関車がですね、つりかけ式の採用されていると、今現在もね、ということになります。そこでですね、まず主電動機ですね、
こちら A のところですね、台車枠に固定しているということで、次が、まず B の小歯車ということで、ここですね、こちらの方ですね、ここからですね、モーターの回転をですね、次の C 大歯車ということで、こちらの方ですね、に伝えていくと。で次に、この大歯車を経てですね、車軸、ちょっとD のところですけど、線がね、残ってますけども、この車軸のところにつながっていくと。で、この車軸をですね、つなぐ枠がある、それで次が、こちらですね、中空軸。ちょっとこれ分かりにくいんですけども、車軸の上にですね、かぶるように乗っかっている、自然動機に固定されている中空軸っていうものがありますと。で次ですね、こちらですね、ベアリング。ちょっとベアリングって分かりにくいんで、ですけども、中空軸との間にですね、こう囲むように力がついているということで。であとですね、ちょっと今小さく分かりにくいんですけど、G ということで、今出ますね、干渉バネ。この間にですね、バネが入っているわけなんですね。で、こちらだと、スパイダーっていうのが、ここです。車軸との間にこう伸びてる、車線の入ってる部分ですね。これスパイダーというもので。要は枝ですね。枝っていうか棒、ここ、突き出してる棒みたいなものがあります。で、あとはですね、この車輪ということで、ここですね。はい。レールに操作するね、車輪。だから、このスパイダーと車輪がですね、こうくっついてるっていうかですね、が連結されてる。そういう感じなわけですね。その間をですね、大歯車と、車輪をつなぐのは実は直接歯車じゃなくってこのスパイダーでつながれているというところになります。これが空輪式の特徴です。でこれも日立評論という論文の方からですね、参照してきたんですけれども、こちらの方ですね、外バネ式のクイル組み立て外観って書いてますけれども、そのスパイダーっていうね、右側の写真、こちらの方にですね、この突起がですね、この外側のこのここね、分かりやすいかな。ここの部分とですね、こう連結していくという形なんですね。ただですね、もうスパイダーがですね、使用している最中にですね、だんだんこう摩耗していって、まあ、それから結果的に異常振動を発生させたということから、まあ、二次型以降はですね、旧来のね、吊り掛け方式に戻されることになったというふうに言われています。なおですね、こう、クイル式の方もですね、このバネを使わずにですね、リンク式ということで、改良したものがね、使われたというふうに言われてますね。さらにですね、500番台として一部は特急経由に活躍というね、書かせてもらっております。昭和38年から昭和39年にかけてですね、EF58 に変えて、ブルートレインを牽引する専用車として、EF6G の500番台が、製造されました。まあ、基本的な高度は0番台と同じながらですね、カニ22、まあ、直流管で MG による給電とか、あと非常パン下げスイッチなんていうのね、あとは MG を非常停止。なんていうふうなですね、まあそういう設備、あと連絡電話ですね。まあ当時の20系客車の電源車っていうのは基本的に乗務員が乗ってました。で、乗務員が、エンジンをかけたり止めたりとかですね、MG をね、停止したり、移動させたりっていうようなことをですね、まあ人、まあ技術員が乗ってたわけなんですね。ということで、それのためのですね、非常スイッチなどもね、ついていました。で、まあ、501から514のね、14両が製造されたそうです。次ですね、少数製造された EF61 とはどんな機関車だったのかということでね、ご存知の方も多いと思うんですけども、お話をさせていただこうと思います。EF60 をベースにですね、旅客用機関車が製造されるようになったわけなんですね。これは、1961年、まあ、グーデスブナー市交通技術の記事によりますと、当時旅客用にはですね、EF58 を172両保有しているんだと。東海道新幹線開業後は、東海道の在来線からほとんど電車化されて、機関車が逃走数余るだろうと言われていました。で、昭和36年9月の山陽本線、倉敷三原間の糸崎電化用という名目で、とりあえずですね、18両製造したというのが、全てなんですね。で、電気三原機関区に配属されて、旅客列車牽引機の電気機関車がということで、昭和36年の本庄さんで製造されたというのが、1から10が川崎車両と川崎電気制度、11から18は汽車制度、豊洋電気制度ということで、この2種類のね、車両制度会社によって作られました。で、EF60 をベースにですね、旅客牽引用として、
まあ、スチームですね、ボイラー、スチームボイラー、SG を搭載しており、車両長さが 1.6 メートル延長されたほか、バーニア制御や再燃着制御のですね、一部を省略して、重量ですね、96トンに抑えるというした、まあ、なかなか結構ですね、細かな、部分での、まあ、軽量化、ね、そういうのが行われたというね、考えています。ちなみにですね、EF61 型の、証言の方ですね、ここに挙げさせていただきました。一応参考までですね、60の1次型、ね、の、比較も挙げてるんですけど、もともとですね、60の1次型をベースに作ってるんで、ほとんどね、差はないです。ね、外観から言えば、側面の、窓枠っていうか、ね、側面のイメージがですね、後の EF65 とかに似たようなね、イメージになっているというところで、それぐらいの差でしかないですね。車体長がですね、16000ミリに対して17600ミリ、17.6 メートルと 1.6 メートル長くなっています。当然ですけど、モーター出力が一緒。最高速度がですね、若干速くて95キロということで、61時間から90キロということで、その差が出ております。自然動機は MT49B ということで一緒。動力伝達装置も空流式で一緒。で、暖房用ボイラーが当然ですけど、61がついているけど、60には搭載されていませんと。あとはもう全く一緒なんですね。ということで、本当に61はですね、その後ですね、貨物用に、まあ、編入するんだ、そういうことも可能なんだっていうね、位置づけスタートしたんですけども、意外とですね、61、最後まで、旅客用として残りまして、まあ、そういう意味でですね、なかなか異色だったなという感じはしますね。ただ18両というね、非常に少ない両数だったので、まあ、そういう部分ではですね、互換性というのはなかなか、車両の部品のね、まあ、60と互換性あるんでしょうけども、61だけの部品っていうのはなかなかね、まあ、これも他の桁たんかな。まあ、結構長くまで残ったような気がしますね、こちらの方はね。はい、最後、まとめに変えてということで、こちらの方ですね、今回は初期の近代化電気会社として EF60 型をね、取り上げてみました。ED60 をベースに開発された本格的な直流 F 級電気であり、その後の EF62 から65に至る機関車の一時制となった機関車と言いましょう。ED60 で採用された空流式、まあ、カウランクルーの一種はバネ下重量の軽減、ね、バネ下重量の軽減という点では非常にね、非常に与える影響を考えれば非常に優れたものだったんですけども、国鉄は収録、先ほどスパイラですね、こう尖っている部分。この摩耗による異常振動などに見舞われたことでですね、リンク式に改良されたほか、その後の電気機関車もですね、現代に至るまで多くの機関車も切り欠け式になっています。ということで、まあ、EA の切り欠け式以外の方式を採用したのはですね、EF66 であるとかですね、あとまあ、EF200 型、ね、これらだけであってですね、あとはほとんど、まあ、今の EF210 もですね、基本的には切り欠け式を採用してますよね。ということで、まあ、ある機関車ですもう釣り掛け式が一つのスタンダードなのかなという気がしますけれども、この昭和30年代ですね、新たな、まあ、方法をチャレンジした、ね、そういうので、ただ、まあ、当時の台質とかですね、やっぱり工作力っていうのはですね、昭和30年代の。まだまだ日本ではですね、より品質ものが作れなかったのかなっていう気がします。それで、まあ、それがためにですね、摩耗してしまって、異常振動を引き起こしてということから、まあ、クイル式っていうのはですね、もうやめてしまったというようなね、ところがあるわけですね。最後までご覧いただきありがとうございました。今回は EF60 および兄弟車といえる EF61 に関するお話をさせていただきました。次回も技術に関するお話をね、いろいろと計画中ですので、よろしくお願いいたします。チャンネル登録、ね、並びに高評価いただきますと励みになりますので、どうかよろしくお願いいたします。ありがとうございました。